次、58ページ。目のために摂りたい旅行食野菜。これね、たくさん食べる方はこれが自然のものが一番いいです。ね、なぜかっていうと、ルテイン、ゼアキサンチンっていうの、こういうのがありますけど、ルテインっていうのは、まあ、黄色いアルカロイドっていう色素ですけど、これは小腸で吸収されて、で、網膜の真ん中、大半分っていうんですけど、黄色い色素がちょうど集まってくるんですよ。あれル、ルテインを中心とした色素なんですけども、 あれは外から来る短い波長の、つまり青とか紫の光ですね。それを吸収してくれるんです。なぜかっていうと、青と黄色っていうのは捕食と言われてますねお。お互いに中和するんですね。だから吸収してくれるんですよ。で、網膜を守ってくれる。さらに、これは抗酸化物質なんで、目の中で着る活性化酸素なんかを中和してくれるんで、ルテインっていうのはそういうので役立ちます。 旅行食野菜を十分食べればですね、こう、ほうれん草とかブロッコリーとか食べれば別に人工的にやる必要ないですけど、まあ、それが十分食べれない人はルテインが入ってるサプリメントも、あの、使っていただいていいかなと思います。ただし気をつけなきゃいけないのはね、あの、どうして業者の人こういうこと言うのかなとルテインをたくさんあって、老眼を治って、近視が治って、なんだ、目の病気が治ってなんていうふうに宣伝にある広告を見ることがあるんですけど、とんでもないね。それは老眼とか近視とか、炎視とか全く関係ないです。 さっきから言ってるように短い波長の単波長の網膜を障害するものを吸収するもしくは抗酸化物質として働いてくれるっていうだけですのでいいですかルテインはそういう万能のように目の病気を治すものでは決してないです。あとゼアキサンチンなんかもいいですよね。同じように抗酸化物質のとして働きます。これも黄色色色素ですね。次、60ページ。 まあ他に生で食べれるようなね、こういうサラダ類ね。あと抗酸化物質としては、オメガ3とかね、抗酸化作用があるので体にいいです。オリーブオイルなんかをね、あれは自然のものですから、圧縮して絞ったやつですね。良くないのはあのサラダ油みたいな工業製品みたいな油ですよね。科学的に作られたものは良くないですよ。酸化してますしね。目にとっても体にとっても良くないですから、自然のものをね、オリーブオイルとかね、アマニ油、エゴマ油なんかね、使って食べてください。 あと、まあ、ほれん草とか、夏菜とかね。えー、まあ、これちょっと、料理の話になっちゃう。そういう参考になるものも出てます。62ページ。さっきは黄色い色素についてお話しましたけど、赤い色素でアスタキサンチンっていうのがね、ありまして、例えば、鮭なんか、なぜ赤い身をしてるかっていうと、あれは抗酸化作用が強いっていうだけじゃなくて、非常に細胞のね、守ってくれるっていう作用が強いんですよね。鮭の、あの、イクラね、卵、あれもそういう色素ですよ。あれ、だから、魚が、 アスタキサンチンをたくさん持ってる毛を食べてくれるんですよね。で、それが、あの、身とか卵に集積されるわけです。フラミンゴって鳥ありますよね。あれフラミンゴって赤いじゃないですか、ピンクで。あれ、本当は赤くないですよ。あれは赤い同じような色素を藻を食べるんですよね。で、赤くなってどこまでも飛んでいけるってね。フラミンゴってすぐ遠く距離飛べるんだけど、そういう細胞を守るっていう作用になってるわけですね。ですから、この赤い色素のアスタキサンチンは非常に体にとってもですね、 人間にとってもいいものですから、あと、魚類に多いですね、EPA、DHA、ね、オメガ3系との油を取っていただくと、非常に体にとっても、目にとってもいいわけです。次、64ページ。これも油についての話ですね。食べ物っていうのはやっぱり重要な、やっぱりよく気をつけてね、体を守るということになって、目って命よりもっと短い、もっと繊細な 臓器だと思ってください。ですから、こういう油のものをね、気をつけることによって、目を守ってくれるってことでは、非常に重要なんですね。これね、オリーブオイルが代表するオレインジ酸がおすすめですって、その通りなんですよね。なんかリノール酸とかなんかって割と宣伝してるんだけども、あまり工業製品のようなものって良くないんですよ、実はね。66、これも食べ物ですけど、先ほど申しましたのと関連するんですけど、高血糖っていうのは糖尿病性網膜症を起こすと。 糖尿病性網膜症は失明の大きな原因です。多くの場合は予防できるんですよね。糖尿病の予防っていうのは一番身近なものは糖質制限食ですね。糖質っていうのが血糖を上げる原因ですので、まあ普通の人は炭水化物って思ってますが、炭水化物って糖質に繊維質を合わせたものを炭水化物って呼んでるんですけど、まあ糖質とほぼイコールと思ってください。で、糖質はですね、 残念ながら普段みんなが食べるご飯とかパンとか麺とい,ういわゆる主食にたくさん含まれてます。で、普通の方はね、まあこれを少し制限するっていう形だけで十分なんですけど、糖尿病の方はね、膵臓の問題がありまして、基本的にはね、糖質を取るとね、血糖値がポーンと上がっちゃうんですよ。インシュリンが十分出ないと。そうすると、インシュリンを出すためにインシュリンの注射、もしくはそれが出るような薬を飲むと。そうすると今度血糖がポコーンって急に 下がるわけです。問題は、糖質を取ることによって、急激な血糖上昇。さらに薬によって起きる血糖の急激な低下ですね。このグルコスパイクっていうね。まあ僕なんか日本で最初にね、血糖値のジェットコースター現象って呼んだんですけど、これが実は血管病の一番原因となるわけです。ですから血糖値を平均してやる。まあ、 下げた方がいいんだけども、少し高かったとしても、一定にした方が絶対いいです。で、それをやるには、やっぱり糖質制限食ってのは一番効果的なので、ぜひですね、うちの患者さんの糖尿病を見つけた人は基本的に糖質制限食でコントロールするっていうことをお勧めしてます。ね、リブレっていうのはこの血糖を測定する装置がありまして、腕につけるんですけど、2週間ごとに変えますけど、スマホとかもしくはそれ専用の センサーをこう近づけると血糖値が出るんですよ。と、何を食べると血糖が上がるってわかるんでね。これを必ずやることによって、糖質制限っていうのはかなり十分できます。で、そうしないと、気分だけで糖質制限っていうとね、血糖値がすごい高くなる人がいて、血糖度測定したんですよ。そして、まあ分かったんですけど、ご本人が体のためにいいと思って、毎回グレープフルーツとかの果物を取ってたと。果物は果糖って言ってね、砂糖よりもっと血糖値上がりますからね。 果物は決して体にいいわけじゃないんですよそれとかねその方はねお芋も取ってましたねだからねご本人はね糖質制限してると思っていながらね結構糖質制限してないんですよあともう一つその方はさらに晩酌でいつもビールを飲んでたそうですビールって何ですか麦じゃないですか麦ですよ麦汁ですよね、そんなのはもう糖質制限全然できてないんだけどご本人は糖質制限してたと言い張ったんですよね だから、やっぱり調べてみないとちゃんとできないっていうことがありますので、糖質制限は気をつけてやっていきましょう。で、次68ページ。血糖値が安定するっていうことがね、重要なので、やっぱり一番多いのは食繊維なんか多い食材をですね、たくさん取って、サラダなんかはね、抗酸物質なんかも入ってますしね、繊維物質がたくさん食べると、実は糖質をある程度取ったとしても、腸での吸収が抑えられますので、まずサラダを食べて、糖質を あんまり吸収されない。あと、食べ過ぎないで済みますから。糖質制限を完全な糖質制限、えー、じゃなかったとしても、ね、吸収が十分されなければですね、糖尿病のコントロールはある程度できるわけです。次、70ページ。目にはビタミン B 群がかなり重要っていうの、これも重要な話です。あと、こういう水溶性のビタミンね、ビタミン B とあと C もそうなんですけども、水溶性のビタミンはたくさんとってもですね、必要以上なものはみんなお小水で、おしっこで流れてますので、 あまり気をつけなくてもいいです。むしろ、あの、ビタミン B 群とか C 群をね、ほとんど取ってないっていう方が多いので、食べ物でね、魚、豚肉とかですね、そういうのをたくさん書いてますけど、食べ物で取れない方は、サプリメントを使ってですね、十分なビタミン類を取るっていうことが重要ですので、例えば、お勧めしてるビタミン B3。B3 っていうのは、ナイアシンっていうね、ニックネームがついてるんですけど、これ、すごくいいですよ。血流も良くなりますしね、体も全体の調子が良くなりますので、 ナイアシンっていうのを、はじめは1000ミリぐらいですね、サプリメントで飲んでいただきました。ただ、ナイアシンはね、フラッシュっていうね、あの、急に血流が良くなって、ほてったり、顔が真っ赤になったり、ぼーっとしたりする症状が出るって、このフラッシュっていうのは体の中の毒素を出してるっていう作用なんで、決して悪いことはないんだけど、びっくりしちゃうんで、仕事やってたら仕事にならなくなっちゃいますから、フラッシュフリーっていうね、徐々に効果が出るナイアシンを使っていただければ、 いいかなと思いますアイハーブっていう問屋屋さんがあるんですけどそこで簡単に注文できます。Now っていうのを歴史があるんで Now のフラッシュフリーの内申っておすすめはしてますけど別に Now じゃなくてもどこでもいいです。アイハーブおすすめですね。